魔王物語物語初見実況進行役のドットコムドットコムです。さあ今回は第77回目になります。では早速始めていきましょう。なんか重いな。今回はですね、今回はっていうかね、まあ、前回ですね、裏で育成しておきますって言ったんですけれども、今回はですね、それを取りやめます。で、今育成してない状態で、これから、育成パートとして今回やっていこうと思います。まあ、理由としては、天皇の塔の探索、まあ、探索はあらかたできたんですけれども、敵とのエンカウントをなかなかやってなかったこと、それと、あと、せっかくだから、取り逃しの一個の高箱の場所、一応攻略情報を見て、場所は分かったんです。分かったので、まあ、それもちょっとご紹介しておこうかなっていうのと、まあ、その二つですね。まあ、それをやっていこうと思います。で、あと、ちょっとついでに、それぞれのフロアの攻略方法も、ここで、まとめてご紹介したいと思います。まず1階は、まあ言うまでなく2つのスイッチを押す。それだけですね。まあ別にそんなに難しくもないですし、ダミーもないので、難しいことは一切ないでしょう。で、2階。まあ2階も特に問題ないですね。スイッチ7箇所あるんですけれど、そのうちの6箇所踏んでいけば OK です。で、7箇所目を踏んでしまうと、黒い柱が出てきてしまいます。まあこれも別にひねりはそんなないですね。ちょっとトラップはありますけれども、原理としては1階と同じなので、そんなに難しいことはないでしょう。で、3階。まあこれも問題ないですね。アーチを6箇所区切るだけです。確かアーチ7箇所ぐらいあったと思うんですけれども、どうだったかな。まあ6箇所ぐらい、6箇所ぐらいだったかな。それを踏めば問題ないですね。これも別にそんな難しいことはないです。で、4階。これがね、僕一番わかんなかったんですけれども、攻略情報を見て答えはわかりました。正解は、青緑を5体倒すです。まあ、取ったら通ればいいのかなって思ってたんですけど、実はこれ完全に外れで、まあ、うろうろしてるうちにエンカウントして、それで、まあ、結果的に達成してたっていう風な感じになってたみたいですね。いやー、これは意表を使いましたね。これはちょっとさすがに分かんなかったですね。まあ、敵とのエンカウントも関係するっていうのはちょっとさすがによく考えられたなと思いますね。で、最後5回。これはですね、まあ実況で言った通り、時間経過なのかなって予測してたんですけど、答えはそれで正解でした。まあ適当に待っていて、柱が崩れたら、まあ急いで抜けるって感じ。まあ時間としてはそんなに、なんだろう、そんなに長いけどな、割と早く崩れてしまうので、なんだろう、割と早くどんどん崩れてくるので、まあ入り口付近でうるうるしようとかなんともないかなって感じですかね。そっか、2階あるのか。で、起きて、まあ、そんな感じですかね、天皇の塔に関しては。よっしゃ。固まったわ、でも。で、最後の高箱なんですけれども、1階から5階はもう全部取っていました。で、最後ですね、あったのはどこかというと、ここです。飛躍。これでコンプリートです。いやー、まさかこんなとこにあるとは思いませんでしたわ。まあでも裏返せば、今までのところは、
でも別に問題なく探索できてたっていう意味では、なんだろう、問題なかったのかなって気がしますね。あ、そうだ、装備変えるんだ。ゼニガース結構上がるな。まあ、いや、ルドーフにゼニガース装備させて、じゃあ、この状態でちょっと育成しましょう。あ、そうだ、あともう一個。まあいいや。後でやろう。後でやろうっていうか、別のパートでやろう。じゃあ行きます。